翡翠ショー伝説アスタル。創造の女神アントワースは宝石から様々なものを作り、最後にアスタルという男の子とレダという女の子を作り出した。邪神ジェラードは世界を手中に収めるために手下ガイストにレダをさらわせる。レダを助けるためにアスタルの戦いの旅が今始まる。ポリゴン CG 以外の方法でセガサターンの高性能を生かしたアクションゲームが初めて登場した。幻想的な色使いと巨大なキャラクターが繰り広げるファンタジーアクションの世界。回転、拡大縮小などセガサターンならではの機能が満載だ。多彩なアクションが魅力の翡翠ショー伝説アスタルは95年春発売予定です。